ミンゴルということで、はい、アイメマル実況へようこそ。はい、今日もミンゴル実況していきたいなと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、早速始めていきたいと思います。ショットポイントランクマッチや、あ、そうですね、ショットポイント。おっと、皆さん見ました？そう、ロボットになってます。ちょっとね、いろいろアバターをあの後ちょっとだけガチャして、アバターを狙ってたら結構狙い通りのガチャが来たんですけど、ロボット一回つけてみたかったんですよね。はい、まあ、そんな感じでちょっとね、今回の動画、いつも実況なんかいろいろみんなでゴルフとかランクマッチとかやってきたんですけど、今回ちょっと趣旨を変えて検証動画ちょっとやっていきたいなと思ってます。で、何を検証するのかっていうと、このロボットが持っている、アイメマルが持っているこのピコピコハンマー、はい、ピコピコハンマー、実はこのクラブ癖があるんですよね。で、その癖をちょっと検証していきたい、どんな癖があるのかっていうのを徹底的に検証していきたいなと思っております。で、結構僕自身検証するタイプじゃないので、こういうゲーム結構ゆるい検証になってるかもしれないんですが、ただヒントはピコハン使いの方にとってはヒントはたくさんこうあるような動画にしたいと思っているので、よろしくお願いします。はい、で、これからピコハンゲットしたって方にもおすすめですし、まあ、ピコハンだけじゃなくても何て言うんですかね、癖のあるクラブっていうのはいろいろあると思うので、まあ、こんな感じで調べたよとか、あ、こんな風に癖があるのねっていう一つの参考になればいいかなと思ってます。はい、それではちょっとこのクローゼットの方行って、そもそもピコピコハンマー、ピコハンって何なのかってところからちょっと説明していきたいと思います。はい、じゃあギアでピコピコハンマー、これですね、このくるくる回っております、これがクラブに、ピコピコハンマーがクラブになっている。あ、で、正式名称はピコハンエアークラブと言います。で、パワーを向上させたフェード気味になるクラブ。フェード。後でちょっと紹介しますね。フェード気味、左から右に曲がる、そういう、ボールになる、軌道になるよっていうクラブですね。ショットのたびに、小気味っていうのかな、良い音が鳴りそうでならない。どういうこと？まあ、ちょっと突っ込みどころありますけど。で、このスキルが、みんなでゴルフ適性3っていうのがついていて、これはどういうのかっていうと、みんなでゴルフをやってる時に、スキルが発動します。で、育成ボードとかギアのコントロールスピン、サイドスピンのところが、ちょっとこうアップしますよっていう、お得なスキルですね。はい。で、この、クラブ、ピコハンエアークラブを使って、今回ちょっといろいろ検証していきたいと思います。それで検証方法なんですけど、どんな風に検証していくかというと、まず一人でゴルフの、一番平らなコースを選びたいなと思ってるんですが、東京グランドゴルフガーデンですね。の、この第一ホール。はい。第一ホールで、ちょっと何度か打って、で、例えば、ドライバーでティーショット、一番最初に打つことティーショットって言うんですけど、ティーショットでドライバーを打って、どんな曲がり方をするのかとか、あと、こう、目的地、黄色い矢印で目的地が出ると思うんですけど、そこからどのくらい左に曲がったり、右に曲がったりするのかというのを、検証していきたいと思います。それでドライバー、一番、ウッドだけじゃなくて、3番ウッド、5番ウッドとか、いろいろ、アイアンとか変えて、クラブを、の番数を変えて、で、その曲がり具合はどうなのかっていうのを、ちょっと、検証していきたいな、と思っています。はい。それでは、ちょっと検証動画は別撮りにしてあるので、次の、これから紹介する検証動画をご覧ください。はい。それでは、検証動画に行ってみたいと思います。
はい、ということで検証の動画いかがだったでしょうか。はい、ちょっと噛みましたね。ですね、まあ予想通りというか、ピコハン使っている人はもう分かっている人もいるかなと思うんですけど、ドライバーとか3番ウッドまではだいたい左側に、3番と5番ウッドか、ドライバー系はだいたい左側にボールが行く感じですね。でアイアン系を使っていくと、どんどん距離が短くなるごとに右側にどんどん逸れていくみたいなイメージだと思います。それで球も、落下地点からさらに右に転がっていく傾向があるので、そこら辺を意識してアプローチショットを打っていくといいんじゃないかなと思います。はい、あとですね、今度なんかいろんな検証やっていきたいなと思うんですけど、もしなんかリクエストとかあればコメント欄の方に載せていただいたら、そのできる範囲の検証をやっていきたいかなと思っています。はい、じゃあ今回は、この辺で、今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。